はいどうも、ホソピーです。さて本日はですね、質問来てたのでこちらの方のコメントちょっと答えていきたいと思います。 iPhone 13 Pro Max の整備済み製品と15 Plus どっちがおすすめですかと、まあ、こういったご質問でございます。でこれね、 iPhone 13 Pro Max の整備済み製品がですね、Apple Store に在庫復活をしているという、まあこの前提をもとにですね、まあ深掘りをしていきたいと思うんですけれども、皆さんならどっちを選びますでしょうか。まあプロとつく方が絶対にいいよっていう場合とですね、いやそうでもないよと、使い勝手がいい方がいいよっていう、まあこちらを選ぶのか、まあその本当にね、二択になると思いますので、まあ本日はですね、特徴を解説しながらですね、ちょっと深掘りしていきたいと思いますので、買い替え悩んでる方はですね、ぜひ最後までご覧になってください。本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでですね、この整備済み製品というものがですね、ちょくちょくこの Apple Store でまあ復活したりなくなったり、まあ一点物なので、まあこの動画を撮ってですね、その間にもうなくなってしまう可能性もあるんですけれども、その際にはですね、ちょっとご容赦いただければと思いますけれども、ちょうど今ですね、 iPhone 13 Pro Max の 128GB とか 256GB とか、いわゆる最安モデルっていうものと 256GB に関してはまあ結構多くの方がですね、選びやすいそういう容量に、ね、なりますけれども、それがですね、まああるわけですよ。で256は確かグラファイトしかなかったかもしれないですけれどもね。で128ギガの方はシルバーがあったかなというところです。でまあこれを見ていただいてですね、すぐにもう決めた方がいいかなと思うんですけれども、まあ13 Pro Max の方をですね、ちょっと特徴をまとめましたので、こちらでちょっと確認していただきたいと思います。どうぞ。はい、2021年のね、9月24日発売で15チップを搭載しております。でここだけ見ておくと、性能的なチップの性能的には13 Pro Max の方が1世代ね、劣っていると、まあこういう状況になります。15プラスと比べるとですよ。で 6.7 インチの有機 EL ディスプレイというところで、ここに関してはまあ同等というところになってます。で重さの 238g はこれはね、まあ、かなり重いというふうに言わざるを得ないでしょう。15プラスに関しては 201g ですので 37g ほど重たいと、まあ、ケースをつけてるのかつけてないかぐらいの差がね、実は出てきちゃいます。裸重量で比べるとね、それぐらい出てきますね。15プラスでケースをつけた状態と裸の13 Pro Max が同じぐらいの重さと、まあ、こういうふうに捉えてください。で一番の違いっていうのかな、まあ、今回その選択を分けるというところの大きな特徴でですね、このプロモーションディスプレイの有無があります。最大 120Hz ということで、まあ、通常はですね 60Hz だったわけですけれども、まあ、この13 Pro Max、 13 Pro シリーズからですね、初めて iPhone にもプロモーションのディスプレイが搭載されたということで、まあ可変のね、リフレッシュレートということで、まあ自動でですね、まあ1から 120Hz まで状況に合わせてですね、リフレッシュレートの調整が入るということですけれども、まあ、これを体感すると、ものすごくですね、ディスプレイがね、滑らかに動きますから心地いいわけですよ。目にも優しいということになってますので、このプロモーションを使ってみたいなっていう場合にはですね、やはり13 Pro Max を選んだ方がいいかなというところですね。で顔認証搭載の三眼カメラの構成というところで、まあここも、まあ、15 Plus と比べるとですね、違いが出てきますよね。15 Plus に関しては二眼カメラ、13 Pro Max は三眼カメラということで、望遠のカメラがあるのかないのか。13 Pro Max には、光学3倍ズームの、望遠カメラを搭載しております。片や15プラスには2倍はいけるんですけれどもね、48メガピクセルの高画素カメラを搭載したことで、1倍だけではなくて2倍の光学ズームオプションということであるんですけれども、まあ、3倍の光学ズーム相当というのは持ち合わせていないわけですね。望遠域をより強化してカメラ撮影していきたいよっていう場合には、13 Pro Max の方が、まあ、おすすめかなというところ。で、ディスプレイのところで、まあ、これはですね、後ほどちょっと説明したいと思うんですけれども、まあ、ダイナミックアイランドがあるのか、ノッチなのかという違いがあったりもします。ノッチなのが13 Pro Max。で、ダイナミックアイランド。小島のような感じになっているのが15プラスということになってますね。で、バッテリー持ちとしては史上3番目のバッテリー持ちということで、まあ、公式ホームページに出ているビデオ再生最大時間が28時間ですね。で、1位と2位は同率で、15プロマックスと14プロマックスがこれ29時間ということになってますので、それに次いでのですね、まあ、バッテリー持ちということになってます。で、Apple Store の整備済み
の価格なんですけれども、これ最安値更新してますね。11万8800円でした。前にね、出てた時はね、12万6800円だったので、まあ、さらに8000円安くなっているというところで、まあ、この価格の安さも、まあ、かなり大きな決め手と言ってもいいかなと思います。13 Pro Max ですよ。この Pro Max っていうのが、これフレッシュな状態で買えるチャンスってあんまりないんですよ。中古とかを探してもですね、Pro Max ってどう考えても、普通にですね、ヘビーに使われた状態で、で、それで売られておりますので、バッテリー結構消耗してるんですよね。で、あと傷があったりだとか、画面割れちゃったりとかっていうところもね、やっぱり出てくるわけですけれども、整備済み品に関してはですね、まあ、ほぼほぼ新品と、Apple が責任を持ってですね、まあ、返品を受けた iPhone だとか、まあ、若干の初期不良があったとか、そういったものをですね、しっかりと整備をして、新品と同じですね、1年間の製品限定保証というものもついておりますから、まあ、これほぼほぼもう新品と捉えていただいて問題ないです。それがですね、最安11万8800円。で、256GB。これを買ってもですね、13万1800円ということで、価格だけ見ても15プラスよりも安く買えると。で、ちなみに当初販売価格というのを置いておきますけれども、iPhone 13 Pro Max、Apple Store でいくらで売られていたのかっていうと、最安値が13万4800円だったんですよね。そこから比べても1万6000円なんと安く買えると。まあこういう状況になっております。まあとはいってもね、まあもう2年半経過しておりますので、まあそれぐらいね、時が経過していますから、まあそれぐらいのですね、ディスカウントあっても、まあいいのかなっていうところではありますけれどもね。まあただ円安が進行してたりしているので、まあ割安感があると感じるような価格設定になっているというふうに私は評価しております。これがね、13 Pro Max の方の特徴ということになってます。では15プラスの方ですね。今の iPhone 13 Pro Max の特徴を踏まえた上でですね、15プラスの方の特徴を確認していただきたいと思うんですが、まあこちらになってます。で、 A16 チップを搭載しておりますので、13 Pro Max が A15 でした。2世代前のね、プロモデルとは言ってもですね、今の15プラス標準モデルの大きいモデルになりますけれども、こちらの方がチップとしては、まあ、最新のものを搭載しているというところになってますね。で、 6.7 インチの有機 EL ディスプレイ、ここの部分はですね、まあ、同じではあるんですけれども、まあ、ピーク輝度とかを見ていくとですね、ディスプレイの性能もですね、13 Pro Max よりも15プラスの方が、まあ、明るさだとかですね、そのあたりは上と言わざるを得ないでしょう。ただプロモーションがないと、ここがですね、致命的な、まあ、欠点というかね、標準モデルには搭載を頑なにしていないという Apple のやり方があるわけですけれども、そこが先ほども言った通りですね、13 Pro Max を選ぶのか15プラスを選ぶのか差がついてくるところと、大きな決断の分かれ目になってくるかなと思います。で、プロモデルと同じダイナミックアイランドを搭載ということで、これもまあディスプレイの大きな特徴になっております。で、これもね、まあ、好み分かれるんですけれども、個人的には私はノッチよりもダイナミックアイランドの方が好きですかね。まあアクションがなんか心地いいんですよ。で、この部分が黒くなってて動画とか見たりするときに見づらいとかっていうのもあるんですけれども、まあどちらにしてもカドッチョなので、ここの部分がですね、黒くなってたとしても、まあそこまで気にならない、まあなければ確かにいいんですけれども、まあその動画を見るときだけ、まあ多少ちょっと気になるなぐらいなんでね。それ以外の部分は、まあ YouTube とか見ててもこのダイナミックアイランドの部分までディスプレイ、その表示面が拡大しませんからね、通常ね。まあそこまで気にするところではないんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、カメラのやっぱ進化っていうのが大きいんですよ。2世代上がってきてですね、13 Pro Max よりも、まあ、この広角カメラのレンズの性能っていうところに関しては、もう15プラスの方が上ですよね。間違いなくね。1倍と2倍の広角ズームオプション、そして48メガピクセルというところで、まあ、高画素化されたレンズを搭載してますからね。で、超広角のレンズに関しては、まあ 0.5 倍を担当してますけれども、これについては、まあ、多少の進化はあるかなっていうレベルで、まあ、そこまでの大きな違いはないかなとは思います。で、2倍優秀なバッテリー寿命ということで、これも最近ね、特徴に入れ始めましたけれども、15
シリーズからですね、充電を、上限 80% までしか充電できないよっていうような設定をすることも可能になりました。でさらに最近アップルの方で、500回の繰り返し充電で、当初のね 80% の、バッテリーの性能を維持するっていうところからですね、これ500回じゃなくて1000回っていうふうに改めたんですよ。それぐらいですね、この15シリーズに関しては、まあ、バッテリー寿命というところに関して、長寿命化が図られていると、まあ、こういうふうに捉えることもできますよね。で、Apple Store 価格が 128GB、最安モデルが 139,800 円、で 256GB の方がですね 154,800 円です。でこれ、まあ、13 Pro Max がですね最安118,800円でしたから、まあ、21,000円、15 Plus の方がですね高いと、まあ、こういう金額設定になっております。はい、ということで、まあ、ここまでのですね両者の特徴を踏まえて、まあ、私個人的にはやっぱり最新のこの15プラスね、15シリーズの出来栄えというものがですねものすごくいいんですよ。ものすごく良くて、これをめちゃくちゃおすすめしたいところではあるんですが、まあ、プロマックスがこの金額で買えるっていうのもなかなかないチャンスなんですよね。なのでその望遠とあとリフレッシュレート、ここをどう評価するかっていうのはやはりご自身で判断していただくしかないかなと思います。ちなみにこれは14 Pro Max、まあ、これと、まあ、結構似た感じのデザインになってるはずですからね。このステンレスのフレームで、まあ、光沢感のあるこのフレームですね。でカメラもまあ三眼体制ということで、まあ、こういう感じになっております。で、まあ、こちらにあるのが15 Pro Max ですけれども、まあ、ここのですね、はい、これダイナミックアイランド、まあ、これがまあこう良し悪しを分けるというかですね、まあ、好みですけれどもね、ここが黒くなっているのが気になるなと、まあ、こうやってね、まあ、例えば壁紙を表示させた時にここの黒い部分なんだと思うのか、まあ、通知機構とかでこう結構いろいろとですね、あの新しいアクションとかもありますのでね、そういったところで新しいものを楽しんでいくっていう発想もあるんですけれども、まあ、何しろですね非常にこの金額差と性能っていう部分でですね悩ましいこの価格差。ただ悩んでる間もなく多分この13 Pro Max の整備済み製品っていうのはやはり売れていってしまいますから、まあ早めに決断をされた方がいいかなというところですね。まあ Pro Max っていうのはこの最高級の一番その時に最高性能の iPhone、まあ13 Pro Max はもう2世代前ですけれども、どうせ買うならやっぱり私は13 Pro 以降のものっていうふうにおすすめしてます。これはなんでかというとプロモーションディスプレイが搭載されたからというところで、そこに大きな魅力を見出した方は13 Pro Max を行けばいいんじゃないかなっていうふうにね、私は思います。細Pチャンネル、はい、ということで本日はですね整備済みの iPhone 13 Pro Max と15 Plus だったらどっちがいいのっていうところでですね、まあ私の結論をですねはっきりとお伝えしてはいないんですけれども、これ私もね悩みます。このどっちかにしろって言われた時にね、まあ、手元にこうやって15がありますので、この iPhone 15 のですね完成度の高さっていうのを今回、まあ、実機を手にしてですね、自分でこうサブ的にも使っておりますけれども、これのね完成度の高さというのを知ってるだけにね、この15プラス、これのまあ大きいバージョンですけれども、それの魅力っていうのがめちゃくちゃあるんじゃないかなっていうふうにまあ思ってますからね。なかなかねこの15シリーズでここまで標準モデルが仕上がってるっていうのはないんじゃないかなと思いますけれども、まあ過去一のですねこの標準モデルのレベルの高さ、まあここまで仕上げてくれたのが15シリーズで初めてですので、これは非常に悩ましい。ただそのリフレッシュレートっていう問題があるんですけれどもね、正直ね望遠カメラが3倍あるとかないとかっていうぐらいはそこまでねこう評価っていうかこう選択を分ける部分じゃないんですよね。私はそう思ってます。もう本当にプロモーションがあるのかないのか、とにかくプロマックス、この響きがいい、プロマックスを使いたいっていうふうに思ってるんだったらもう行っちゃっていいかなと思いますけれどもね。はい、ということで今後のですね、iPhone 選びの参考にしていただければ幸いでございます。ということで本日の動画ね、以上で終わりにしたいと思います。この動画役に立った面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。